頼まれた。あ、じゃあお疲れさん。人の。お疲れさん。カメラマン。頼まれた。いや、スイッチ入れただけ。で、ワインとどう？ワインある方？あ、うちのボール。あ、こんにちは。この後？この後。40？いや、50のユナイト、あの、スケットで。あ、そうかそうかそうか。今やってるよ。60が。50は来るようにします。はい、ヤモトは11時から9時半に行くの？9時半後に来てる。11時から10時だ。11時から1時まで。あ、違うか。11時から2時だ。11時から2時です。外！外！
あれはね、疲れますよ。
お疲れ様でした。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、危ないね。おい、おい、あー、ゆっくりじゃないか、腕を。ショッター、ショッター。
ってくれてる。はい。ちょっと元々はまたも昔だもんね。まあ先輩方ですから。そうですね、横浜と YK ですね。50B はね、あんまりスケジュール入ってないですけど、あれフレンドリーとか入れてないだけなんですか。いや、今ね、うん、スケジュール空いてますね。結構空いてるんですか。ただ、うん、クラブイベントやりたいと思ってて、あ、はいはいはい、11月か12月に二宮今所属、はい、してるんですけど、なるほどね。それ以外はちょっと今はあとトーナメント、はいはいはい、ちょっと微妙だったな。オフサイドが。これちょっと。触っちゃった、触っちゃった。あれが危ないです。そうそうそう、怖いですよね。判断しにくくなっちゃうから。こう来て。すごいキックですね。60代じゃないな、キーパーは。60代じゃなさそうだな。違いますね、あれは。キーパー、キーパー、キーパー。キーパーももう50何人か入ってる。あ、そうなんですか。まあ、お疲れ様です。お疲れ様です。結構何日でしたっけ、7日は集まりそうですね、 50B の方が。稲荷、まあでも4人くらいじゃなかった。あれ入ってましたよ、確か。結構いたと思いますよ。見て含めて7人くらい。あ、そうでしたっけ。4、3ぐらいだったのかな。出席が4で未定が3だったのかな。7
くらいは集まるかな。あ、そうですか。ちょっと私はいけないです。いや、人数が多ければ、50B チームにして、うん、サンプさんも出るって言ってるから、出れそうだって言ってるから、まあ、4チームにしてもいいのかなと思って、3時間ありますからね。時間か、うん、で、長嶋さんのチームも、パドレスもちょうど1チームプラスアルファぐらいなんですよ。うん、余分にいるわけじゃないから。僕がね、ちょっと早退しなきゃいけないので、ユナイテッドも少ないんですよね。うん、後片付けもありますし、後片付け要因になっちゃう。今シュートした人は、はい、高校の時の先輩です、ね。あ、そうなんですか。私が1年の時の3年生。カナコの海で一緒にやってます。カナコ？カナコ。あ、はい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 。今日もね、渡辺隆さんのやっぱり中学校の同級生がね、うん、本目にいたんですよ、びっくりしちゃって、いや似てるけどもう40年も50年も経ってると顔形が変わっちゃって、ね、顔形ももう20年ぶりくらいだと分かんないかもしれない、ね、太っちゃってね、もう頭もなんか薄くなってるから、あ、惜しいな、10年ぶりくらいだったらね、まだね、うん、そうですね、特に中学校ぐらいだと子供の顔とね、大人の顔の中間ぐらいだから、それでこんなじ、まあ、ジジイと言うとあれだけど50も超えちゃうと分かんないですよね。あの11番も若いじゃないですか。前も後ろ後ろ後ろ、ああやる出たっす、いいよ、あれ当たって足元でいいじゃん、止めれ止めれ、キープしろキープしろ、当てきっとけ、当てきっとけ、もう一回もう一回、やばいやばいやばい、押せ落と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 せ、チャンス、早いよ。いや、まあ結果はないだけど。ナイスラン、うん、この間ソシオスに負けたでしょ。え、50B ソシオスに負けませんでした。ソシオス、うん、県かどっかで負けませんでしたっけ。いや、あのソシオス最終戦タマに負けたんです。タマに負けたんですね、うん、それでない結局何位になっちゃったんですか。2位で、あ、2位で抜けそうなんですか、ね、まあ、だいぶ初戦で得点取ってるのが効いたんで、うん、見て見て、早く立て、ちょっとやばいですね。やばいですね。やばい、うん、やばい。ラッキー。誰ね。うまいうまい。おお、ナイスボール。いけいけ。うん、ちょっと中が足りないな。泉さんだな。やばい、触っちゃってるけど、まあ触んなくても怖いけど、ちょっと今のは危ないな。あの、こうキーパーが寄ってきた時って絶対外に出した。そうですね、外の方がいいですよね。ゴールに向かって出すボールは怖いですね。あれ寄らないですよ、うん、あとはね、バックパスは強くしないと怖いですね、うん、追いついちゃうから。